演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日は他人のこのタピオカ切り分けはそうかね。このタピオカアイスになったのは確かに興味がありました。これは初めてまた違うのかな、楽しみですねと思ったらタピオカ全然見えないや。これは食べ進めていくしかないですね。それでは、ではいただきます。やっぱりもっともっちり欲しいから。ラテというほどまでかミルクティーは甘さ控えめで超濃厚でしたね。なので癖が強いので好みが分かりそうな気がします。そしてアイスのタピオカはやっぱりどうしても弾力が落ちてしまうのか、ちょっともっちり感が良かった気がしますね。アイスのタピオカで難しいですね。ミルクティーは結構癖があるのですが、好きな人は好きだと思いますので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。